フランシス・ドレイクの座上したゴールデンハインド号のレプリカ主略船とは戦争状態にある一国の政府からその敵国の船を攻撃しその船や積みに荷物を奪う許可を得た個人の船であり海賊船の一種とも言える古くより海軍の任務の一つに自国の通商路の維持と敵国の通商路の妨害破壊がある大航海時代以後航路が 世界規模になるにつれてカバーしなければならない海域が広大となり海軍の能力が及ばない事態が生じてきた。各国は解決策として民間船に試略免許を発行した。試略船は海軍力の不十分な後進国が優勢な海軍力を持つ国家への通商破壊を目的とする場合と海軍力が低下した国家が通商路の維持を目的として募る場合がある。 前者のケースが英日戦争時のイギリスであり、後者のケースとして18世紀のフランス死略戦の活躍が挙げられる。死略戦は複数の船からなる召喚隊が編成されることが多いが、単艦の場合もあった。初期の死略戦団は編成されるたびに共同持ち株会社が立ち上げられ、国王や貴族などの有力者が出資者となった。死略戦は、 特許状を過フする以外政府に負担がかからないため、そのような意味で同時代の傭兵に類似する。反面、統制が効かず、同盟国や母国籍の船まで襲う者や、本物の海賊に転身する者まで現れた。17世紀以降は、私略免許の発行時に国家に担保を全能させることで統制が取られるようになり、捕獲法などの法律によって運用が確立されるようになった。 私略免許を海賊免許、私略船を公認海賊と呼称する場合もあるが、厳密には私略船は海賊ではない。しかし私略船による通商破壊を公認の海賊、国を挙げての海賊行為とする論者もいる。私略船の襲撃16世紀中頃、カリブ海のスペイン貿易航路へフランス私略船が盛んに襲撃を行い、 イギリスがこれに続いた。1530年、プリマスの大商人、ウィリアム・ホーキンズは、私略行為と密輸で巨大な利益を上げ、プリマスの主張になっている。こうした成功は、愛国心や名誉、攻撃精神を喚起させ、冒険商人と呼ばれる後続者たちを生み出した。オランダ独立戦争において海外に逃亡した、ネーデルラントの貴族たちは、海の古事記を結成し、 1569年にウィリアム一世は死略免許状を発行した。オランダ死略戦は新大陸から戻るスペイン商船を襲撃したり、スペイン支配下の街を焼き打ちするなどスペインの海上勢力に対してゲリラ戦を展開し、独立戦争に貢献した。イギリスの死略戦の始まりは1243年にヘンリー三世が ゲオフレイ船長に与えた報復を目的とした許可が初めてとされているが、国家が積極的に奨励したのはエリザベス一世一家の英日戦争の時のことである。海軍力に劣るイングランドは、スペイン海軍と正面から戦うことを極力避け、代わりに、死略戦を一種の準軍事組織として用い、表向き非正規の行動として、スペイン戦を襲わせた。 中でもフランシス・ドレイクの死略戦による世界集航やカディス襲撃は異業と称えられた。アルマダの海戦に参加した200隻以上のイギリス艦船のうち150から160隻は商船だったと言われる。特に西インド諸島海域に有力するイギリス死略船の活動は激しく、当時のイギリス船そのものが海賊船と評価されることになった。 1655年、オリバー・クロームウェルの政法政策によってイギリスはジャマイカを占領し、マドリード条約によって、その支配を確立した。ジャマイカ総督はバッカニアや、私略戦船,船長をポートロイヤルに誘い、私略免許を与えて、スペイン勢力への私略行為を促した。船長の一人、ヘンリー・モーガンは、スパニッシュメインの18の都市、4つの町、 多数の村を襲撃し、パナマ地境を越え、パナマ市を略奪、破壊した。この功績によりモーガンはナイトに除され、ジャマイカの副総督となった。18世紀の英仏戦争中には、非常に多数の市略戦が活動した。スペイン継承戦争、安城王戦争では、フランス側が多くの市略戦を繰り出し商戦を襲撃したが、正解権は常に、 イギリス側に握られ戦争の大勢に影響を与えることはできなかった。アメリカ独立戦争では1775年に正規の軍艦と小船改造の試略船からなる大陸海軍が編成されたが参加した試略船は合計すると約1500隻に及んだ。ジョン・ポール・ジョーンズはイギリス本国沿岸での牽制攻撃を起とし戦果を上げたが多くの試略船は 金目当てであり、もっぱら輸送船や商船を襲撃した。フランス革命からナポレオン戦争にかけて、フランス側の私略船が活躍し、交戦国、中立国に対し略奪し、大陸風されを側面から支援した。革命後、仏領西インド諸島では、条件が自由に書き込める私略免許証が公然と売り裁かれた。また、チャールストン在住のフランス人たちは、 偽造されたた委任状を元に試略船ををに船作り破壊活動を行っ1797年のアメリカ国務省の報告では年間に300隻以上のアメリカ商船がフランス私略船に打破されたという。翌年の1798年にアメリカとフランスは非公式な戦争状態に入り、アメリカ側も200隻に及ぶ商船に、 対フランス私略免許と報復的な保認課状を発行した。アメリカの南北戦争において南部連合政府は私略戦免除を発行したが、それにより活動した少数の私略戦はたちまち圧倒的に優勢な北部海軍により鎮圧された。1856年のパリ宣言でヨーロッパ列強は私略戦の利用を放棄した。 さらに1907年のハーグ平和会議で武装した商船は軍艦として登録されるべきことが国際法として規定され、アメリカ合衆国を含む諸国もそれに従い、私略船の監修は消滅した。パリ宣言以後、戦時に民間船は特設艦船として用いられることとなった。私略船の航海で得られた利益は国庫、出資者、船長以下の陸民に、 所定の比率で分配された。15から16世紀のイギリス私略船の場合、国王が5分の1、海軍が10分の1を控除し、残りを3等分して、船長、出資者、乗組員で分割した。国家や出資者にとっては、私略船は概ね儲かる事業だった。エリザベス一世がフランシス・ドレークに私略免許を与え投資した際の利益率は、 6000%に上ったという説もある。時代が下り視力の成果が低下し、乗組員の士気の低下を反映して、国王や海軍の取り分は期待できなくなった。視力が不成功の場合、乗組員は無給となり、出資者に経費を返却しなければならない契約だったからである。ありがとうございます。